皆さんおはようございます。おはようございます。8時45分になりました。10月19日ですね。火曜日、ベイプで生配信始まります。皆さん、音声、映像はいかがでしょうか？問題なく取れておりますでしょうか？しっかり聞こえてますでしょうか？どうもコメントいただけましたら幸いです。ありがとうございます。大丈夫ということですね。はい、おはようございます。ありがとうございます。では、参加してまいります。今日は、杉山、遠藤、そして、粕谷、この3名で行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。東京の方は朝からパラパラと雨が降っておりますが、皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか？特にお天気の方、大荒れの地域もあるかもしれませんけれども、気をつけてお過ごしいただきたいと思います。そして、今日からですね、抽選の公示の方ですね、あ、そうですね。10日間の戦いということで、本格的な戦いがスタートということですね、選挙戦ということですが、さあ皆さんの関心は、それよりも、もしかしたら、昨日のニュース出ておりました、宮内庁の発表がありました。眞子さまと小室さんの発表ですね。この発表、入籍が26ということですね。26日に今回に比べて、こういう予定になりますが、その後どうなるんでしょうかということで、いろんなニュースで伝えられております。で、今日のテーマですね、個別まあ、銘柄を。はい。その結婚のね、はい。お祝い、まあ、日本国民の、0.8%ぐらいの方が祝福している今回、0.8%。にちなんで、はい。新婚旅行の思い出。はい。新婚旅行の思い出、もしくは、まあ、新婚旅行行かれない方もいらっしゃいますからね。まだの方も。行って、新婚旅行ならでは行ってみたいところと、はい。いうことで、テーマを今回、募りたいと思いますが、はい。江藤さんは新婚旅行は？そうですね。新婚旅行行きたいですけれども、行くんであれば、ベタベタですけれども、モルディブかハワイと。どうしてかですね。で、本当は大学時代からミコノス島というのが、何島ですか？ミコノス半島、ミコノス島、真っ白なブルーの白い建物が、ミコノスというところがありまして、そこいいなということで、これ学生時代からですね、なるほど。どこにあるんですか？ギリシャになりますね。はい。ギリシャ。ギリシャ。ね、はい。すごい、多こういでとすいうね。のか。エーゲ海ですかね。礼儀か。チッチョリンですね。行ってみたいなという、いつか行く機会があったら行きたいなと。遠藤さんはもう月に数回遠出しますからね。よし、しないです。もう、新婚旅行、わあ、もう行くとこないじゃないですか。行き過ぎちゃってね。いえいえ、全然行ったことがない。日本から、なかなか東京からは出ないですね。ということで、はい。鈴木さん、いかがでしょうか。新婚旅行行くとしたら。あ、僕行くとしはたらね、じゃもうないですか、行今ってきの。ましたんで、はい。2回行ってきましたからね。なぜ2回かって言ったらね、相手が違うっていう。1回目はね、アメリカ行きまして、ロスとラスベガス行って、これも結構ベタですけどね。で、2回目はですね、オーストラリア行きましたね、ケアンズにね。ということで、3回目は一体どこでしょうということで、さあ、メガネの方に行きたいと思います。皆さん、お時間がありました。時ですね、コメントをいただけたらと思います。まあ、9時から9時半はもうまさに戦場ですので、落ち着いてからで構いませんので、ぜひコメンで、トはい、母おさん、本日初参加です。よろしくお願いします。願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、見ていきたいと思います。コメントが。はい。今、注目銘柄、こちら。チャットの方に出させていただきました。今日11銘柄ほどですね、差し、他にもですね、インペックスとかウィルソンとかいろいろあったんですけれども、まあ、11銘柄に絞っております。まあ、途中で銘柄をですね、こう入れ替えることになります。あるいはもう全然最初からダメなものを発することも考えられます。一応この銘柄でスタートしてまいります。
一つ一つ見ていきましょう。あと残り10分ですね。おります。9時まで、10分でやっております。画面の方をまず共有させていただきます。月周期と、まずは分ではなく対極的な目線で見ていきます。画面、今、日経の、まあ、一目が出ておりますけれども、日足の方を見ていただきたいと思います。これ、日経チャートですね、もう完全にもみ合いという状態になっております。そんな中で個別はですね、特殊の動きをしている銘柄が多いということで、見ていきます。でまず一つ目、2404、昨日ストップが捨てました、鉄人化計画です。でちょっとですね、昨日415円ストップつけて、今日も盛り上がるのかなと思いきや、もう月週見ていただければお分かりのように、剣山といいますかですね、ヒゲが多いですね。今月頭もヒゲと、超絶上ヒゲをつけております。高値抜けてきましたけどね、はい、月足、中足よりも特に月足ですね、はい、ちょっと安心できないというか、はい、ですね。かなりもう上がったら上昇したらすぐ叩かれるという状態で高値掴みがどれだけ多いかということが見て取れます。株価が安いのでまあ利益も取りやすいんですけども、はい、リスクも高い。そうですね、かけるとどうでしょう。これちょっと例えば注文があんまりうまく上手にちょっとやるとこじゃないよと、はい、いう方は入らない方がいいかもしれないですね。はい、自信ある方はね、やっていきたいと思います。はい、でも昨日と比較すると、今日はですね、薄いです。かなり薄いです。ですので、出来高も今日は盛り上がらない可能性も、今の段階ですとあります。残りも10分切っておりますけれども、もっと注文はだいぶ減っている状態ですね。957万株、朝一の段階となり、今日少ない状態となります。無理だけはちょっとしないようにしてください。使って高値掴みとならないようにしていただきたいということです。そして2つ目、1518三井松島ホールディングスです。東証一部の銘柄、こちらも直近高値ブレイクしていきました。10月6日の1695円をブレイク、昨日は1763円、ただし今日ですね、これも安いですね、1734円から35円のところでのスタートが見込まれる日経500採用銘柄となります。まあ、昨日の高値ですね、これを朝一番捉えることがあれば狙いたいこういうところになりますが、売り圧がですね、まあ、強いですね、2倍超あります。今日の高値どころが1785円、昨日ですね。そして今現在の気配が30円ほどですね、約30円ほど下げてのスタートとなります。これ無理なくですね、上昇していく場合にはその流れに乗っていきたいこういうことで見ております。3つ目、IPO 出てきます。 IPO が3銘柄ほど出しております。6522アスタリスク、これ江間 PDS も高かったですね。昨日ストップ高つけまして7060円、今現在一段高となります。上場がさらに高値を更新と7280円から7290円、今でまた値が動いています。お色が変化しております。高寄りしてからどう動くかですね、これ一目の大阪市の状態を見て判断していきましょう。買い優勢となっております。4銘柄目、同じく先月末の IPO9245のリベロです。で昨日の終わり値が2405円、今現在2321円から2321円のところですね。こちら安寄りスタートが、まあ、ほぼ確定ですね。分厚い蓋があるわけでは今のところ見られませんが、そうですね、2320円、21円のところからのスタートとなりそうです。まあ、昨日もですね、1日にかけてですね、600円超動いてます。1日だけで、まあ、いわゆる600ティック以上動いている銘柄となっております。今日も激しく動く可能性があります。不安な方はこれ覗いていただいても全然構いません。これは早め早めの利食いをですね、心がけで、これを優先していきましょう。リベロ。そして5銘柄目です。5707東方アイル、こちら日経平均採用銘柄となりまして一段高となりました。3500円のところをつけて終わり値3475円、今現在見ていますと3360円から65円ということで、こちらも安寄りスタートが見込まれます。
安く寄った後の挽回ですね。買い戻しの動き、まあ、新規買いも含めまして、昨日の高値のところを捉えていくことがあればですね、これも大手ということで見ていきたいと思います。今、まだ売り圧力が強い状態となっております。6銘柄目、6058、ベクトル、こちらの資産高となりました。1315円。出来高伴いながらの上昇。今現在1315円から16円、昨日の終わり値、ところですね、水準でスタートする予定になっておりますが、とはいえですね、この売り買いの圧力見ていただければお分かりになりますように、売りが強いですね。これまでの、グリーのような動きが、見ることができます。売り圧が強い中での上昇、ということですね。また昨日の高値のところをですね、今日捉えていくことがあれば、それも狙ってみたいですが、ただ抜けていくだけではなく、買いがしっかりと入ること、これを必ず皆さんで目視ですね、しっかりと見て判断をしていきましょう。7銘柄目、4169、エネチェンジです。昨日一段高となりまして、5560円、昨日の高値は5680円で終えております。しかし、今、気配を見てください。朝の気配、5280円から90円となっております。だいぶ安くスタートですね。昨日の安値は5150円ですから、昨日の安値を割り込まずにスタートではありますが、ちょっと大上の圧力ですね。これが強い。とはいえ、板が薄いですから、売り板が、ま、ほぼ2桁でありますから、一気に5400円のところを捉える可能性もあります。5400円を捉えた後の5500円のところですね。古い板で見てもどうでしょうかね、4169。5400円より上のところを見てみますと、どうでしょうか。5450円に2500株。5700株入って、今、だいぶまた変わってきましたね。分厚いところがですね、ところどころ入ってますね。5500円、5120円。1000株単位で入っている状態となりますので、まあ、特に板薄いよ、分厚いわけではありません。勢いづいて、昨日の高値のところですね、5680円のところを目指す動きが入ることも考えられます。こちらも引き続き見ていきましょう。そして8銘柄目です。これも先月の IPO 銘柄4889、レナサイエンスです。昨日962円で終えておりまして、今現在958円から959円。まあ、朝の段階からまたちょっと変わっておりますね。気配値が若干下がってきている状態。今現在959円から960円ということで、まあ、昨日の終わりにほぼ近づいてきております。先週、超絶上髭をつけておりますが、まあ、それを捉える動きが今日入るかどうかですね、こちらも見ていきましょう。もしなければこれもなしということになります。売りする必要はない IPO となります。そして9銘柄目、5702、大気アルミニウム工業所です。昨日一段高となりました。2025円が高値、終わりに2015円。そして今現在の気配で見てください。2025円から2026円と昨日の高値でのスタートが見込まれます。理解の圧力は売りがやや優勢となっておりまして、まあ、それを買いが上回るかどうかですね。こちらも見ていきましょう。10銘柄目。まあ、昨日盛り上がりましたね。7238、あけぼのブレーキ。朝一番からぐん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 上がって、リグイに押させて、またぐん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 上がっていった銘柄となります。昨日260円のところが高値、終わりに255円、8% のプラスということで、定位株ならでは、と言います。定位株ではあるけれども、激しい動きですね。朝一番ならではの動きかということになります。今現在、売り物にやや押されてのスタートですね。昨日と打って変わって、売り買いの圧力が逆転しております。今、253円から254円のところでのスタートですね。見込まれますが、まあ、安寄りといっても、昨日の終わり目から、いや、1円に安くスタート。そして、それを、こう、なんでしょうね、凌駕するほどの買いが、この後入ってくるかどうか、こちらも見ていきましょう。そして、11銘柄目。6532、ベイカメントコンサルティングです。売り物に押されました。まあ、材料ですね。まあ、いい材料が出ても売られるということですね。悪い材料が出ても買われると。こういうことになります。41,900円で昨日を終えておりまして、これ売り目線で見ております。週足が移動平均線を下にブレイクしております。とはいえ、ちょっとですね、下げすぎな感がありますね。36,700円から36,750円どころ、だいぶ下げて、ギャップダウンでのスタートですね。本来であれば昨日の終わり値からですね、やや上げてスタート、もしくは同じ水準でのスタートが理想的ではありますが、ギャップダウンスタート、
そこから買い戻されることも考えられます。今9時になりました。朝起きてすぐは始めなくても、江戸岩さんなく全然買えません。ロースの足の状態、板の状態での判断となります。まずプラスが鉄人化計画、あとリベロもですね、プラスとなっておりまして、ふなしの切り替えで見ていきます。鉄人化計画が一気に来ましたね。はい。徳川今でいませんが、連ですね、連続買い気配となっております。レッドクロスからゴールデンクロスに切り替わったばかりということで。ただ、強いとは限らないですからね、これね。はい。本当に気をつけてくださいね。あとは、レナサイエンス。今、プラス 3%。ダイキアルミが、まあ、プラスに切り替わった売店、再び。あとは、リベロがまた再びプラテンしております。けど、マイナスになりました。スキュー245。レナサイエンス強いですね、やっぱ4889が、はい。ね、これ、板なんかも全然買いが強いですもんね。はい。先ほどレナサイエンスをお伝えしました、超絶先週つけた上髭のところが1014円となりますので、これを捉えていくことがあるかどうか注目をしていきましょう。今の段階だともう超えますね。1014円のところを超えますね。この、成り行きの回収能が本物であれば。そして2404鉄人化計画が特買となりました。一本目の定位株ですから、一本目の少しメインで見ていただきながらも、今、エントリーは難しいという状況になります。無理することはありませんので、無理する必要は全くありません。定位は、じゃあ、一本側の方に見ていきましょう。エレナサイエンス、連続買い気配、リベロは通常通りですが、4プラスの状況です。まだですね、リベロは2550キロのヒゲがありますので、こちらも見ていきましょう。でこれを見ながら他の銘柄を見ていきます。また再び、ルナサイエンス、値がつきました。昨日の高値、これ、朝一番見ていただきました。抜けましたね。上場してからさらに高値を更新となっております。4889ルナサイエンス、強いですね。投資家も、こう今、こそって、これは本当、あれですね、強い上がり方ですね。そうですね。窓開けちゃってね。はい。すごいですね。今ちょっとヒゲになりましたね。はい。ちょっとね、バランスが崩れましたね。はい。もう一回逃げた方がいいですね、これ。はい、という方は、逃げてください。で、これから新規に入られる方は、まあ、ですね、まだ状況を見て判断となりますので、にしても6532は怖いですね、これね。そうですね。特売りのままこういうことですね。そんな中、鉄人化が、ちょっともう難しいですかね、皆さん。2404は入るのか。最初の場がついてなかったんで、このオーバーアンダーが強いのか弱いのか、ちょっと微妙なところなんですけどね。はい。でも高値がまた来ましたね。はい。超えました。あ、買いが入りましたね。はい。開発もだいぶ強くなってきています。板がね、そんなにやってるわけではないので、ではありますけど、決めてティックするとですね、はい、取れたら逃げるっていう戦略の方がいいですね。はい。鉄人化2404のタイミングがなく、特買入りましたからね。これで買うことができた方は、もうリビの場面ということになりますが、なかなか難しいですよね。そして、リベロとレナサイエンスを見ていきましょう。リベロはまだです。レナサイエンス、プラス 8% になりまして、1本目のロース、少しこれ抜けていきました。直近の高値ブレイクした後、朝一番の高値も抜けていっております。1035円どころ、そして今、利食いが入っています。1分で見ても、必ずルールの徹底ですね。
これを必ず守るようにしてください。今2つ3本ですとか、マスク2ですとか、そのような見方があります。必ずパーセントは限定させるようにしてください。今、アスタリスクとペイカレントは、両方とも特買と特売りですね。特がついている状態となっておりまして、まだ値がついていない状況。レナサイエンスに関しまして、1分崩れてきています。そしてまだ割っておりません。鉄人化がまた強いですね。もう1段上げに動きそうなところです。ですね、先ほど449円が高値。ちょっとレナサイエンス難しいですね。1分のローソク足は目安で割り込んでおります。はい、こういう時はもう逃げた方がいい。はい、なんとか下の方。そしてアサリスとベイカレントが売りました。で、鉄筋化が449円高値をブレイクしていきました。もう一段上げています。鉄筋化無理する必要はありませんが、ね、鉄筋が入られている方いらっしゃったら、どこをリビーポイントにするかですね。ですね。で、入られた方はもう活用の様子カットで見ていきます。買い注文は増えてるんですよね、さっきよりも。はい、17万株くらいだったら、まあ、20万株で、まあ、そうですね、入りましたけども、はい、ちょっと終わってきましたか、はい、逃げた方がいいですね。はい、まあ、入るタイミングじゃないですね、今ね。今そうですね。はい。逃げのアスタリスクがね、はい。繰り返し、こういう意味は強いわ。これは強いですね。はい。回答2のバランスが全然違います。昨日ストップ高つけた銘柄、アスタリスク6522です。繰り返し今判定していますので、こちら、下げていきます。今、アスタリスクと鉄筋化見ておりまして、鉄筋化は2のポイントとなっております。理由としては、まあ、売りの圧力も強くなってきたということ。そして6方にアサリスク、こちら見ていきましょう。先ほどつけた9時7分の高値が7690円。これを上に今抜けていっております。まだ寄ってから2分です。機能的に動くことですね。まあ、弱っていない状態、アスタリスクは7750円つけた。ここで昨日のストップだから、ね、移動平均線も何もないので、はい、やっぱりローソク足で売買判断するしかないですよね、はい、ちょっとね、判断がなかなか売買ポイントが難しいですけども、はい、一回このタイミングだと入れないですね。はい、このまま行くかもしれないですけど、はい、高値超えたら行くっていう感じでもないですよね。どうですか？超絶陽線をつけていませんので、7750円どころ抜けて早く逃げれる方は入ってもいいのかなと思いますけど、ロスカードはオーバーアンダーですね。はい、今、これ覚えていただきたいんですけど、買いが11万株、はい、今10万、まあ、約11万株、売りがこの3万7000株。ここのバランスが、買いが上回ったら、買いが7750円超えるときに、買いが上回ったら、さらにですね、はい、入れるし、それがそのままだったら無理しない方がいいし、はい、みたいな感じで。注文も、もう、ボタンを押してすぐに注文入れる準備だけはしといた方がいいかもしれない。はい。入る予定の方は。そうですね。はい。そんな中、鉄人から一社の中とこうなっております。すごいですね。さすが鉄人って感じですね。で終わってみると、ヒゲをつけて割ることも考えられるので、よくあるネガですね。ヒゲメガ、鉄人化ですね。はい、アスタリスクは、ポイント、朝一番の9時8分の中で7750円のところは捉えずですね。ちょっとね、リスクっていう名前がついてますけどね。はい、アスタリスク。あとは、朝一番ちょっと入れてなかったんですけど、ウィルソンもこれ強いですね。
高寄りして、まあ、さっき言ったんですけれども、ただこれ上に抜けておりません。328円のところ。円安ですが、届いてます。鉄人化は入られた方は良かったですけど、ちょっと朝一番がですね、低価格ではギャップアップということで、ならではの動きにはならなかったですね。そして朝日、また再びトライをしそうです。7750円、9時8分、今9時10分です。今日の高値ところを捉えることができるかどうか。板、特に分厚いところはありません。今抜けました。利食いがすぐですね。これ入りますね。入りますね。でも、古い板見てみますと、7890円、1500株、7960円、1200株、8000円のところですね。まあ、そう、分厚くはないですが、部分的にちょっと早めの利食いをお勧めします。複数株入っていただいて、少しずつ逃げると。まあ、8000円のところを目標とされている方、今入られた方ですね。先ほど入られた方いらっしゃると思いますが、その手前でですね、7990円、ちょうど微妙なところで2200株ですとか、全体で見ると比較的多いところは7990円と8000円に入っています。ようやく7000円の顔出してきました。板10本に入っています。ですので、リクイですね、ちょっとしか動いてないように見えますけれども、パーセント結構取れますので。しかしながら早めのリグをお勧めします。会員様にはお伝えしています、まあ、部分的にですね、複数株入っていただいて、部分的に3分の2ですとか、3分の1ですとか、あと半分というのをお勧めいたします。7900円ですね。はい。もう全然オーバーアンダーの売りがほとんどないですか、ね、そうですね。3万株台から今2万7000株台になっております。8000円のところ、変わらずですね。売り注文は変わらず、今16件入っています。その8000円のところを捉えることができるかどうか。8000円超えたら一気に上行きます、これ。あ、もういい。聞こえました、はい。さあ、8020円。はい。そしてそういうふうに言うと8200円のところが2000から入っています。これあれなんですよね、8000円超えてもこれ、遅い人がいるわけですよね。遅い人がサミさんですよね。はい。注文、アスターリスクなんてやってる人が、ね、こう下げちゃうわけですよ。そうですね。余計なことするから。今、利食いが入っています。それを上回る買い物がですね、また必須に入るかどうか。ちょっとオーバーがですね。はい。はい、今もう、これ上行くかもしれないですけど、タイミング的にやめた方がいいです、はい。そうですね。はい。ちなみにエントリーポイントは金額ベースで言うと7760円になりますので、もう十分な利ですね。またね、上には行くかもしれませんが、ちょっとね、入るタイミング、下がったとき、もっと下がるんで、こういうときは、はい、ちょっと落ち着かせた方がいいですね。上に行く可能性もありますか。例えばこれを500株入って14万5千円のプラスということになりますので、まあ、十分、200株も300株でも十分な利益になりますので、あまり無理だけはなさらないように、利益のポイントを明確にですね、2% 取ったら逃げる、3% 取ったら逃げる、あと1分崩れたら逃げる。じゃあね、6522にいつ入るのかっていうと、例えば1分足だとでいうと、はい、今、ローソク足陰線、はい、陽線で陰線で、今次のローソク足に来てますけども、これが、あとね、1本、2本、3本か分かりましたけど、ちょっとローソク足が横に並んで、はい、再びこの直近の高値、1100円ですね。ね、はい、1100円。ここを終えたときに入る。次の最高と同じように、はい、オーバーアンダーを見て、今、はい、買いが15万株、売りが3万株、これを頭に入れておいて、はい、ここが、買いが例えば17万株とか、売りがまた3万株上がってくると。はい。っていう状態であれば、上に行けると。はい。上に行けるっていうのは、入ってもいいのかなと。はい。っていう感じですね。はい。今これで、高値の後のローソク足が2本。はい。目です。もう少しで3本目に行きますので、
手前もそうなってますもんね。そうですね。寝た後のボス足ですね。ちょっとこう調整が入って、要請、要請、要請。これが株価下がらずに、この7900円付近をうろ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 しながら、ローソク足が多ければ多いほど、また上に行くスピードが、スピードというか、大きさが増してくるので、はい、まあ、ここはここでいいですよね。そうですね。でもあって、まあ、引き続き、アスタリスク売り終わった方も、まだエントリーできなかった方も、次のチャンスを狙う。こういうスタンスで利用してください。はい、そして、9245のリベロがですね、昨日の高値どころが2550円になりまして、昨日の高値をトライに先ほど動いたんですが、2533円のところで止まっております。今、また再び押されました。リテールというか、まだ良い状態ということになりますので、こちらもですね、見ていきたいと思います。まだデッドクロス中です。そして、先ほど挙げました、鉄人化計画2404ですね。まあ、先ほどハイライトの方が、もしいらっしゃったら、まあ、2食いの場面、もうすでにデッドクロスになっておりますので、確定となっております。いかがハイライトの方、いらっしゃいますでしょうか。そして、あと、さっき入れなかった、方もいらっしゃったと思います。これのサイエンスは、上に先ほどで数分前、7分前ぐらいでしょうかね。もう一度、チャンス、こう上に行くチャンスがあったんですけれども、沈みました。あとはですね、エネチェンジも再びプラ、再びといいますか、プラテンしてきております。昨日の値、終わり値を再び捉えてきております。4169のエネチェンジです。5000円台、今22万株です。いつの状態も悪くないですね。そう、あとはランキング等も今合わせてですね、見ております。これ、あ、ごめんなさい、9245。はい、見てる。見てる。まあ、相変わらず、以下薄いですけども。薄いですね、はい。これ、上行ったら、結構面白いんで、行きそうで行かなかったんですよね、今ね。そうですね。3分、ゴールデンクロスかなを見せかけておいて、今下げました。ですよね。はい。ここ抜けてきたら面白いんですけどね。そうですね。行ききれなかったですね、今ね。ベッドのまま継続です。昨日高値掴んだ人が待ってたんですかね。あ、ヒゲの部分ですね。2550円とかですよね。はい、高値を掴んだ人たちが待っていて、近づいてきたからもう投げてきたと。はい、投げてきたということは、びっくりということは、株価下落を助長させる動きにつながるということになりまして、そして、再びアスタリスクか、ちょっと早いかなって感じがします。もうちょっと揉んでほしいところですね。そうですね。その方が。少しもみもみしながら3分ボリバンも少しこう収束。買いがちょっと増えてきましたね。はい。なんだろう、16万と。はい、は3万となっております。5680円が昨日の高値です。少し飲んでほしい気もエネチェンジあります。リベロはゴールデンになりそうでならず。5分ゴールデン、1分ゴールデン、3分丸です。8100円のコラスタリスク、また、トライに、ちょっとどうでしょうかね。自分だったら入らないですね。まだ、こう抜けてもですね。やっぱオーバーアンダーですね。あ、売りが減りました。今もいいんじゃないですか、これ。今抜けました。もう、ちょっと行きたいですね。あ、どうかな、でもまた。もう、約定したら買いで、すぐに手仕舞いの準備を。もうとっととすると、はい、もうリスクに備えてです、はい、アスタリスクですから、ね、で、もう早めに逃げると、はい、もう下がっちゃったんですね。先ほどのポイントは8100円のところということで、まあ、含み益の方も、もし入られた方はいらっしゃるかもしれない。ちょっとオーバーランダーのバランスも崩れてもないですね、崩れるいい方向にね、そうですね、高値超えてますけど、
これが10、買いが17万株、売りが3万株割ってくると強いんですけどね。今見ているポイントは板の大ところになります。ここしかないですね、この判断はもう。板の分厚さ、板。ああ、きついな。そうですね。もうやめた方がいいです。ニュートンですね。はい。ポイントはロスカットも決めながら見ると。でロスカットは必要経費になりますので、早い方は必ず切り売りしてください。必ずです。また上がるなどなんて思ってるとね、はい、もうそこが天井ってことありますからね。ありますね。はい、で、このアスタリスクに関しては、冷やしを見てもですね、はい、判断しようがないんですよね。まだ。上場したてで。ですね、はい。なので、新規上場ね、基準がわからない。こう、ね、長いものに関しては、新足から突き足で、あ、まだ上に行くなとか、はい、まあ、今日じゃないかもしれないけど、とか判断ができるんですけど、これ判断ができないので、はい、下がったらもう、とんでもなく下行きますからね。そうですね。一気に。リモをされることも考えられます。で今リベロとですね、メチェンジも入れております。リベロいいですね。はい、リベロはこの高値のところですね、はい、捉えました。はい、昨日のヒゲのところ2550円になります。これだけで今59円まで変わりました。あ、コメントありがとうございます。昨日のアフターフォローデイトレなんですね。はい。ご視聴ありがとうございました。よろしくお願いします。6522。ちなみにですね。はい。今日テーマを募集してますのでよろしくお願いしますね。今日のテーマ。今日のテーマは、あ、これ表示ができないんですね、YouTube とは違ってね。今日のテーマは、今日のテーマ新婚旅行の思い出、もしくは行ってみたいところということで。それどころじゃないですね、皆さん忙しくてね。9時22分。ね、まだ今、戦場の方もいらっしゃいますからね。そして、リベロが一段高となりました。9245リベロが一段高、ゴールデンクロス、確定を開けて、1回の出力は良い状態。板の薄さがあります、9245。次お伝えしてもらっております。まあ、利確のやり方ですね。含み益が出ている方多いと思う。エントリーされている方にも含み益の場面になりますが、どこで利確をするのかだけですね。必ず、決めてください。ただ、闇雲には絶対ダメです。板の状態を見て判断。あ、一本足の状態を見て判断。まあ、3分というケースもありますけれども、今早いですから大丈夫です。しかも IPO 銘柄になりますので、パーセントを切ったら、もう 3%、4% 取れたらそこに逃げる選択肢の一つですし、あと、板の状態ですね。板10本見ながら、青番青番見ながら判断も OK です。で、リグに関しましては、最短をお伝え、ですね、しておりますように、複数株入るようにしてください。複数株。最小単元とか複数株入るようにしてください。特にネガサの銘柄、複数株難しい。例えばユニクロですとか、いろんな銘柄があります。あと、ニンテンドですとか、難しいという方は、その複数株入れない銘柄をやらない方がいいです。これ一つの戦略となりますので。エネチェンジも、最低でも200株以上ですね。エネチェンジ5000円。まあ、この場合、板を見ると1000株とか入れますので。シリベロが今、売りが強くなってきております。ダンスならでは、の動きが今後入るかどうか、一気に下げて2600円。2610円から2600円となることも考えられます。高値が2650円。まあ、不安な方は、お伝えしておりますよう、ね、に、利益の仕方を行うようにしてください。進化のがゆえのメリットが今のこの上げにも対処できると
ということになります。含み益を伸ばすことができるということになります。単利確保して3分の2、3分の1、あるいは半分に食って残りは伸ばしていくということですね。あ、コメントありがとうございます。鈴木さん、アセレス早かったということですね。はい。先ほどの上げる前、ちょっと違います。7690円エントリー。この場面ですね。90円エントリーの、7790円アウト。で、一旦利確。で、8000円でアウト。はい、7980円崩れた。おー、いい利食い方ですね。理想的ですね。はい。はい、いいナイストレートですね。はい。はい。普通に考えられて。素晴らしいですね。まあ、宇宙種多い子ですね。ナイストレートですね。ナイストですね。で、これが、鈴木さんだからできるということで、皆さん必ずできるものになりますので。で、切り替えていきます。リベロ一段高となっております。この場面ですね、先ほど例えば、この辺で複数株入る。ここで2600円手前で一旦逃げる方いらっしゃいます。エントリーポイントですから。でそこで、部分、例えば3分の1、リグって、さっきひげつけたところで、トータル3分の2リーグいって、今2700円つけたところで、これで全部というスタンスです。そうすることによって、精神的な不安も解消されますので、やり方はぜひ皆さん、引き続きですね、この上げように来てください。人間というものは、欲深ではありますけども、こう、リガレント、含み益を取ると、全部こう、取りたくなる生き物ですので、人間の心理状態ですね、価値株のこうテーマ別でもお伝えしましたプロスペクト理論ですね、それにとってこう全部こう 目先の目の前にあるものは全部取りたくなりますけど、忍耐がやっぱり必要なんですね。ロスカットは簡単だけども、利食いが難しいということになります。ちょっと落ち着いてきましたね。はい、そうですね。リベロまだ持たれている方、必ず、利確のポイントですね。決めるようにしてください。1分デッドクロスまで保持。残りはもう200株、200株はもう1分デッドまで持つという、それも構いません。それも一つのルールとなりますので。アスタリスクが、また株価戻してきてるんですけども、はい、3分足見ると、RSI、RCI、80超えてます。はい、MACD がデッドクロスしそうなんですよね。はい。なので、トータルで見ると、そんなにいい状態とは言えないんですよね。はい、で、まあ、板も、下辺は今15万株で、売りは4万株ということで、はい、先ほどまで見ると、これ高値超えてきても、やっぱり、少なくとも売りは3万前半、はい、買いは16万ないと、この8150円を超えても入らない方がいい。って思いますけど、どうですかね。そうですね。3分見ると、あとまあ、板を見ると、まだ買いにくいかなという感じですね。売りが増えてきていますので。そうですね。はい。この、ね、3分足のね、チャートだけ見るとね、このマップで覗いた、なんかね、上がりそうなね、形しますけど。そうですね。トータルで見ると、ちょっと入れないですね。上がると言い切れない。おっと、5702。上が高値を超えて、上に行ってますが、売りが多い。大気圧が、高値を抜けておりますが、今、拮抗とはいえ、売りがちょっと強いですね。ですね。あと、東方亜鉛も、5707、東方亜鉛も、昨日の高値ところをですね、トライに今動いております。昨日の高値は、3515円になります。今日の高値は昨日の高値と同じ価格になります。今、運用されている状態です。拮抗ですね。5702に対キャリー、拮抗ながら上に向けていっておりますが、ちょっとポイントとしてはどうでしょうか。取りはしにくいですね。そうですね。
ちょっとこれにつられて入らないように、はい、これだからつって入らない方がいいと思いますね。あ、コメントいただきますね。はい、ありがとうございます。三吉さん。ヨガ雑誌中でナサイエンス、入り遅れの値幅20円取れたので小休止です。新婚旅行の思い出は帯広でレンタカーを借り1週間かけて道東を飲みに戻りました。川湯温泉で2泊したのですが、2泊目の夕食はすごく豪華な上、食べきれないほどの量でびっくりしました。40数年前の良い思い出ですということですね。川湯温泉ね。いいですね。川湯温泉ね、はい。結構雰囲気いいですよね。すごいですね。僕ね、あ、もう、かれこれ30年近く前が行ったの。あ、本当ですか。来ましたね。男4人ぐらいで。新婚旅行じゃないですね。夜の天候いいですね。あそこね、雰囲気いいですよね。雰囲気ですね。はい、したいな。あの、川湯温泉はね、あの、もう今、例えば、涼しいじゃないですか。はい。僕、今これも紅葉とかあるじゃないですか。あの、寒い時期に似合う温泉街ですね、ちょっとね。ああ、そうですね。ねえ、いいですね。行きたくなっちゃったな。北海道にね、12月、1月に、2回行かなきゃならなくて。あ、寒いですね。そう。しかもね、2回ともね、ニセコなんですよ。ニセコです。ちょっと用事で行くんですけども。はい、ですね、しかも、ちょっとさ、寒いです。スキーやんなきゃなんなくてですね。あ、そうです。多分、松葉杖で帰ってくると思いますね。松葉杖。今、ダイキアルミですね。ちょっと、大谷さんにも切り替わりました。ダイキアルミが、今さっき、ちょうど数十秒前。この方が強いです。はい、これ、分かりやすいですね。はい、これでこう2040年超えて、ここ入って。ここもオーバーアンダーが、もしまた、あ、もうこれで、アウト。ああ、そうですね。ですね。こっちが、です。それで、アウト。そう考えると、ちょっと、この好転しただけじゃダメだっていうかね。はい、買いが20万かも超えてくるぐらいじゃないと、入らないと、自分の中で決めて、まあ、そのルールは、それぞれで決めていただいていいんですけども、ちょっと知りならんなと。はい。いうことです。ですね、高値これだけでは。はい。これを抜けている状態ではありますが、やっぱり売りが強かったということになります。これ、冷やし見ると、もう一発いきそうな形をしてるんです。はい。ただし、週足付き足見ると、特に付き足ですね。はい。もう、ちょっと行っても大丈夫そうなんですけど、結構な高値圏なんで、一応気をつけると。はい。いう前提で考えなきゃいけない。そう考えると、やっぱり、ある程度の条件をつけて、そこをクリアしない限り、買わないと。うん、くれとけばいいですよね。落ちた時に怖すぎるんでね。そうですね。落ちた時にスカッとができない方が本当に多いです。少なくないですね。大体に関しましては今、コメントいただいた通りになりましたで。コメント、杉浦さん。また変わりましたので、こちら。はい、アスタリスク。はい、向こうにアスタリスク。7760円。はい、怖かったので、20秒で7820円。これね、20秒で、すごい、1万株だったら60万ですからね、これね。あ、そうですね。これね。すごい。戦果は6万円ですよ。はい。と、身のところをうまく取れたということですね。素晴らしい。はい。ネストレーズ。あと、リベロ。2554円イン、2613円で、100円残してリカップ、あ、100株ね。で、残りは2700円。素晴らしいですね、はい。いいじゃないですか。いいですね。はい。結構、杉浦さんも残した株数が、まあ、100株残してきたけれども、結構、最初より緊張しますよね。でもね、こういうの面白くていいですよね、はい。ちょっとまだ残してね。はい。ね、皆さんもぜひですね、まあ、真似をすると言いますか、行ってください。残してください。複数株入っていただいて、残りを残して。残りに関しては、プラマイゼロに残りになっても全然 OK ですから、まあ、忍耐といいますか、精神、修練というんでしょうかね。ちょっと修練とか、という意味ではありますので。修練ですか。はい。すごいですね。
レイトレジュ君では戦場ってお伝えしていますので生きるか死ぬか、ね、結構なーなーにこうダラダラとやられてるトレーダーの方も何て結構いらっしゃったりするので、そうではないという意味合いも込めてですね、そうお伝えさせていただいているんですけれども、でしょうか。アスタリスクリベルということで、結構アスタリスクエロ、あとデナサイエンス含めて比較できているということですね。そしてもう一度他の銘柄も合わせて見ていきます。エレチェンジに関しましては一段高と先ほどなりました。売り買いの圧力も良い状態となっておりますが、ただですね、ちょっと正直なところ自分は難しいかなということで、取れた方はおめでとうございました。でリベロ9245ですね、リベロはこれさっき良かったですね。6522アスタリスク、朝の場面いいですが、今はちょっと難しいですね。今様子見ということになります。また再び来るチャンスですね、これを見逃さないようにしましょう。また見ていきましょう。で他の銘柄も合わせて見ていきます。ですね、糸が分厚いわけでもありませんが、東方アイルですね、今日も高値どころが再び狙いに行っています。今日の高値といっても昨日つけた3515円がちょうど冷やしているとですね、全く同じ価格になっておりますので、これを抜けていくとさらに強くなっていくと。上値を持っている信用では上値を持っている人はいませんので、現物だと7000円手前まで持っている方がいます。今この3銘柄ですかね、メインで見ているのが。三井松島ダメ、ベクトルダメ、竹物ダメです。あとメーカーでもダメです。全体的には落ち着いてきている感じですね。そうですね、落ち着きましたね、だいぶね。リベロがもうちょっとキュッと盛り場が閉まってほしいところですが、閉まらずに今上げそうな勢いで1分デッドからゴールデンに切り替わりそうな場面です。まだ確定はしておりません。無理だけは皆さんなさらないようにしてください。ここだと、これいけるというところで入るようにしてください。たくさんの銘柄が、ありますので、今3800社以上ある中で候補銘柄も10銘柄程度に絞っております。でそんな中からいつも状態を見て今3銘柄、あと他でしたら、アスタリスクの先ほど出しておりました大キャリングですね、さらに絞り込みながら戦場ですね、で戦うということになりますので、厳選して絞り込んだものをですね出しております。だから結果が出やすいということですね。確率上がる、確率下がる、確率空売りに関しては下がる、確率買い、に関しては上がる、確率の高いものをですね、編成しております。例えばベイカリントのように先ほど最初売りでスタートしたものが今買われております。こういう時はもうやらない、空売りするタイミングもありませんので、これもないということになります。誰も損は出さずにはということです。リベロがまた一段高となっておりますが、今、デッドクロス中となりますので、エントリーポイントはまだありません。そうですね、だいぶ落ち着いてきている状態です。ランキングを合わせて見ております。ストップは今2銘柄ほどつけております。いずれも東証2部の銘柄になります。そんな中、どうでしょうか。皆さん、落ち着いたので、そろそろちょっと箸休めではありませんが、コメントなど、もしよろしければ、今日のテーマですね、皆さんの新婚旅行の夢で、もしくは、周りの方ですね、これからも結婚考えるとかも、新婚行ってみたい場所などありましたら、海外でも国内でもコメントいただけたらと思います。はい。新婚旅行ね。今はもう、昔と違ってね、旅行はもう普通に行けるというかね、
はい、まあ、コロナであれですけども、あ、そういえば、飲食店があるらしいですね、東京も。撤廃、時短をですね。ああ、はい。小池百合子がっかりみたいなね。はい、あ、ちょっとリベロが、はい、そうですね。ますね、はい、2800円超えて。はい。思ったら、来月にゴールデンクロスからデッドになるかどうかです。まだなって確定しておりません。あ、杉浦さん、ありがとうございます。東方ライン、逆差し320円飛ばされたのでやめましたということですね。ああ、素晴らしい。もう、そして、諦めるのは大事です。はい。あ、さっきの言ですね。はい。それと同じない場面で。結果ね、まあ、パッパって、陽線、陰線で落ちてますからね。はい、正解ですね。今現在、日経に関しましても、高値心をですね、蓋のようなものを形成して、今、ちょっと傾きかけております。NHH は1段高。レベルも今、9時40分2808円をつけたところになります。また再びゴールデンですね。デッドにならずにゴールデン。微妙な加減ですね。フォアインは今、こういうことです。そして他の銘柄も、先ほど皆さんやストラップという方いらっしゃいましたか、どうでしょうか、他の銘柄も再びチャンスがあるかどうかを見ていますが、特にないですね。大キャラにも売り圧力が強いので、先ほど9時36分に来たんだか取られましたが、ポイント今のところなく推移しています。明けの、ね、昨日ですね、盛り上がりました明けのブレーキはもう折り切りをされてから、今日の寄り値を上に向けておりません。マイナス圏の中、沈んでいる状態となります。今、我々見ているのこれですね、ランキング。バレンスランキングと見ております。で、必ず出来高ですね。あるものを、この場面、この中の出来高があるかどうか。あとは、現値ですね。現値が2桁の脇を、動きが遅いので、それ以外に除きながら、あと小数点のあるもの、これは動きながら、出入り見ておりませんので、レベルがデッド確定になるかどうか。まだ4159の A チェンジが、はい、ずーっとあるんですね。そうですね。高値更新、ちょっと高値行き過ぎかな。5分も3分も1分も。でもオーバーアンダーのバランスはすごいですね、これね。そうですね。昨日よりもさらに強い動きとなっておりますが、どこでしょうかね、昨日の盛り上がり、冷やしてみると昨日よりこう上に行ってるんですけども、どうでしょうかね、盛り上がりに欠けますね、出来高で見ると。まあ、完全に売る人がいないんですよね、これ。そうですね。ボン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 上がっちゃってますね。理解のステップを見ても、だいぶ優勢となっております。で、東方アイン、下げました。毎件しましたので、こちら、気に入り物に載せる。こういうケースがありますので、必ずサインですね、見逃さないようにしてください。1分のデッドクロス中に買いは絶対に NG となります。上がっている銘柄であっても、必ず買いサインが出てから入る。よく買いサインが出ていないのに、これいいですね、なんていう方いますけれども、とある講師の方ですね、絶対にやめるようにしてください。皆さん、自身の目で、しっかりと見極めるようにしてください。あけぼのブレーキ、朝一番買いですよ。絶対にないですから。今日ですね。は、絶対ないです。ちょっと下がったから買おう。じゃあ、1万株買ってください。そういった投資条件があったとしても、絶対に買わないでください。朝253円で1万株253万円買っても、今243、マイナスちょうど10万円ですから、
必ず皆さんの目でですね、確かめるポイントは確かめてすぐにお伝えしておりますので、その通り行うようにしてください。エンチェンジ、一応先ほど月野さんがおっしゃったようにですね、もう上げすぎかなといったところを起点として今、運用されております。売り物がだいぶ今増えてきてます。その後再び5万、そうですね、今また再び5万になりました。ちょっと指示つけていきます。エンチェンジで入られた方、行われた方、いらっしゃったらコメントいただけたらと思います。リベロですね、9245のリベロは、この同様ですね、デッドマッテから今進んでいる状態となります。という感じで、今日は皆さん、まだ10時になっておりません。14分前ではあります。10時14分前ですね。ではありますが、まあ、いい銘柄、複数ありましたが、どうでしたでしょうか。まだ途中ですかね。個別に事務局にこう取れましたと、10万円取れましたとか、10万円取れました、30万円取れました、個別にこういただくことが、チャット、恥ずかしいということで、ご質問いただいておりますけれども、ぜひあのチャット欄、名前もあの変えることできますので、はい、皆さんの本名ではなく、名前変えていただいても構いませんので、いただけたらと思います。そして今現在ですね、このランキング、今先ほどありましたランキングの中でもデイトレード、適正ランキングというのがあります。松井証券、クイック社の方で出しているものになります。第1位、ベイカレントです。今日のデイトレ注目銘柄、真逆の動きをしておりますので、2つ目、6920レーサーテック。第3位、給油する日本郵政。第4位がリベロ、出ましたね。あと、エネチェンジ、第5位。そして、アスタリスクをついております。いいですね。リベロ、エネチェンジ、アスタリスク。他、ウエストですとか、あと、レナサイエンスも入っております。メルカリも入ってきております。あと、レノン、インペックス、あと、ソニー、太陽誘電、エレクトロンですね。大型のエレクトロン、と楽天村田シフトとついております。シフトも皆様一回。キーエンス、ユニクロ、三菱自動車、マネーフォワード、アイドマ、昨日ストップで助けたアイドマですね。みそ、昨日、これもウエストもストップですよね。どうでしょうか、トヨタ、鉄人化も入っておりますが、逆張りの買いでしょうか。あと、J タワー、マネックス、ローゼ、フェローテック、ホヤ、東電と続いております。これが、適正ランキング。まあ、上位も、やはり、入ってますね。注目銘柄として入っている銘柄となります。落ち着いてきてね。そうですね、はい、だいぶ落ち着いてきております。時計の山を作りながら今折り返しというような動きになっております。先ほど入っていましたトヨタは反落の状態。ありがとうございます。先生、グローバルウェイ、何が、本当そうですね。もうこれは、もう、昨日の動きも、朝の気配もストップで、これはもう、私も板から外していますけど。もうね、ちょっとなんて表現したらいいのかな。これは。異端児ですよね。異端児。もう、じゃがうまというか、はい。今のデイトレには全く適してない銘柄になります。すごいですよね、このね、はい、もう8月からストップ高、ストップ安、ストップ高、また9月でストップ安。で、これが1000円どころで、グローバルウェイの見てお伝えして、デイトレの方でですね、お伝えはしておりましたが、もうこれが4000円台ということで、約4倍になっております。その前の数百円台のところがありましたね。500円台とか600円台、700円、900円台くらいでしょうかね。お伝えしておりましたが、5倍目ですね。こういうことですか。あ
今は適してない、明らかに適してない銘柄となります。そうですね、恐ろしいやということで、グローバル A は株式分割発表されたのが 先週ですよね。リマの価格が3分割されます。3分の1の価格になります。1000円くらいということですね。1500円ぐらいになるということになります。これが11月からですね。11月の3日ですね、ということになります。コメントいただいてますね。あ、はい、ありがとうございます。皆さん419エネチェンジ、5690円イン、5700円アウト、5730円アウト、5740円アウト、3回分けて、おめでとうございます。抜けてから伸びていきました。オインの株数が全て約束できております。自分の思っていたより株数少なくて、分離価格のつもりが全部利確になっていました。新婚旅行はスキーをするために夏のニュージーランドに行きました。すごいですね。夏のニュージーランドでスケート、はい、スケートしてスキーができるんですね。5年後の結婚25年の時には再び行きたいなというのが昔からの夢です。おお、25年で、あと5年。はい、もう確しっかりと。今年20周年ってことですね。はい、20周年にし20周年でね、どちらか行かれるんですかね。20周年記念ですね。ニュージーランド、まあ、ポイントどうですね。そうですね、ポイントとしてはちょっとリベイが最初早いかなというのがありますけれども、ね、はい、ニュージーランドの話を。あ、ニュージーランドの話、失礼しました。すみません、株の話ばかり頭に入っています。申し訳ありません。あ、コメントをまたいただいております。はい。ゆうえさん、1分、残り最後1分、デッドまで持つというのもありですので、ぜひ、それも、頭に入れていただけたらと思います。あ、遠藤先生、いつもありがとうございます。はい、それをしたかったんですが、はい、は500株で逆差しで差し値で入ってたんですけど、あ、はいはい、300だけ約定して、はい、でも自分で、あ、約定したで全部入ってると思ってて、あ、はい、そう、200あると思ってたんですよ、はい、そしてでした。遠藤先生に怒られると思いながら書きました。あ、いえいえいえ。いや、そんなことは。怒るつもりは妹の焦って、怒られないけど、はい、あ、あって思うだろうなと思ってました。失礼。分割は本当に素晴らしい手法ですので、ぜひこれを継続をして、少しずつこう、最低単位は伸ばしていくようにしていただけたらと思います。ありがとうございます。素晴らしいです。はい、ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今年は20周年はどっか行かないんですか？コロナなんで行かない。コロナ、まあ、25年の時に昔ライフプラン立てた時に子供が成人2人ともしてるのが25年だなので。なるほど。じゃあ一応今予定通りですか？そうですね。素晴らしい。そうですか。ついていきたいな、20。行きたいですね。新婚旅行じゃないや、ね、記念旅行にね。ありがとうありがとうございます。質問計算、スマイルスの現実の価格は1万4000円程度ということですね。もう十分ですね。十分ですね、はい。はい。これからまたさらに、今日の1日の、まあ、1週間ベースで見たときに、1週間あたりの目標が、例えば10万円であれば、チャンスある銘柄だけこう入っていくと。もちろん間違ったら必ずロスカットを間違えながらですね、トータルで勝つ。ロス1に対して2を合わせて勝っていくというスタンスで行ってください。ナークさん、ありがとうございます。35年前になります。日本でオイケン浴式、アムステルダムコンテンツとヘボー関連学科のチケットを取りましたが、演奏会に浴衣がなくなり、ベルナルトハイキングの式で追悼コンサートに出ました。とりあえず私が含め5、6人のお客が会場の係の方の案内、大したいバイオリンの後ろの席に案内され、普段は観客席から鑑賞するところ、ステージから鑑賞することができました。すごい、サントリーホールみたいですね。すごいですね。その時のブルックの第7番の特別な思いとなる思いで撮りました。また、ステルマットでスキーをしましたが、マッターホルンは1日間見られたらラッキーと言われていましたが、滞在3日間快晴で、朝のピンクに染まったマッターホルンも忘れられない。すごい、すごいですね。すごい。へー、なんか、
あれですね、思い出して、思い出すだけで鳥肌が立つようなエピソードですね、そのコンサートもそうですし、そのあとほどのね、はい、だって2度それを味わおうと思ってもそんなできないですからね、なかなか素晴らしいです。すごいです。やっぱね、人生で一番大事なのってやっぱ思い出ですね。いい思い出、いい思いですね。いい思い出、今冬のスイスのサイトを買って、もう空いたモニターで見ていきます。綺麗ですね、本当に素晴らしいですね。すごい綺麗かなと思って見ております。すごいそうですね、ゼルマルト、いいですね、ゼルマルト。ダイヤモンさん、はい、6920レーザーテック2000、26230円、から26450円、全利確。そして今日の本命アスタリスクがよりついたので652アスタリスク7750円、から8000円利確、8100円、全利確。素晴らしい。リベロ9245、2645円、半分利確、2700円、全利確。すごい、全部買ってんじゃないですか。4169で1000日、5670円、から5770円、半分6000円、全利確。今日もおかげさまでうまくいきました。すごい、もういいんじゃないですか、今日休んでもね。そうですね、勝った時ね、もう自分は天才と勘違いしてね、変なことやっちゃうんですよ。そうですね、なんかね、なので今日はもう、まあ、株数によってね、なんかちょっと納得できる利益を獲得できてないかもしれないですけども、ですんで、その場合はやっていただいていいかもしれませんけどね。ちょっとね、あの、どうしてもね、こう、なんだ、基準を甘くしがち、勝ってるから、ということでね、そこだけ慎重にやっていただいて、今日得た利益を失わないようにしてください。私も何度も失敗してますからね、これね。いや、素晴らしいですね。はい、特に5番はやらない方がいいですよ、5番。そうですね。今日は5番やらない方がいいです。これだって勝率で言ったらすごいですからね。これやっぱ最高じゃないですけど、やっぱ確率ってあるので、はい、8100円で全利確できるってすごいですね。そうですね。僕だったら、その手前で逃げますからね。素晴らしい。ですね。で、こうやって、2445上げて、陽線立つ前のね、大きな陽線。でその後で逃げる。で、もう一度残りを利確したら2700円のところ。いや、本当理想的ですね。で、2700円超えてからの、もう、下げの場面ですよね。残り全部利確ということで、こう取られた。そのうち、で、ああ、で、ここから7100円抜き。パセット、それもそう決めてらっしゃる感じですね。で、一旦そこで抜いて、結構切りのいいです。6000円以来でもすごいですね。そのあとずっと200円以上保持して。ナイスですね。そう、そうなんですけど、ゲストで来ていただきながら、ちょっとしていただきたいですね。ありがとうございます。鈴木さん、新婚旅行はイタリア、イギリシア10日間でした。朝から晩までワイン三昧でした。食べに行っただけですけど、ということで、環境を変えて飲むというのもまた素晴らしい思い出の一つになりますよね。いや、やっぱり、ね、ヨーロッパ食べ物、ワインに合う食べ物多いですね。そうですね。いやそう、飲むしかないですもんね。飲むしかない。飲みたくなるんですか、そうですかね。あ、素晴らしいですね。イタリアの時の寺院巡りといいますか、プロシュート、ハム工場とか、あと、何ですか、食、お酒ではなく、食べ物でものすごく、あの、肥えて太って帰ってきた記憶がありますね。あ、そうですか。バルサミコス工場とか行ったり、全然何年ものとか違うので、初めて。江戸さんって、こうあんまりこう、なんていうんですか、昼間から飲むイメージないですけども、はい、あれですか、その時は飲むんですね、やっぱりさすがに。多少ですね。多少。はい。どちらかというとガス入りの
水ばっかり飲むときはしました。あ、ガソリンね。はい、昼間です。夜はお酒いただきましたけど、昼はもう本当ノンアルコールですね。ああ、飲むときもそうですね。勧められても確か飲まなかった記憶があります。本当に悲しい人生を送ってます。悲しい人生ですか？楽しい、あ、楽しい、楽しみのこの半減される人生ですね。ということで、鉄人化計画がもう全然ダメですね、これね。そうですね、これもう売りたいぐらいですね、これ。鉄人化。どんどん。押してますね、押してますね、はい。ストーンと。朝一番上げたけれどもですね。じゃあ、あれですよ、1518。はい、三井松島みどり。はい、これも落ちてますね。落ちてますんですか、落ちそう。ソーンとこれも、はい。耐えてますね。ね、耐えてますね。後ろに巻き込んでも今。板は薄いですね。昨日ですね、三井松島結構入ってたんですけども、全然今日は勢いがない。こういうことになります。そうですか。あ、鈴木さん、今日の利益は158,500円。細かくありがとうございます。すごい話です。ナイスタイルですね。ありがとうございます。もう、いいですね。これだけもね。はい。今日1日で15万。十分ですね。ナイスタイルです。これで、この、カシカムですね。もう半年分ゲットですね。ああ、ね、そうですね。これ欲を出して今度30万、50万と狙うと、得た利益分が、このマイナス20万ぐらいになって、得た利益分なくなってしまうことも考えられますので、一旦、そうですね。はい。この辺のところで朝一番は、全場はですね、機械の距離も、一つの戦略になります。